フェイスブック見ていい俺、自分の。昔の写真。俺、多分ね、フェイスブック、俺、20代の時やってたから、フェイスブック、友達155人。<laughs> ダメだ。くっそ、人いっぱいいるからあ、ダメだわ。あの、他の写,の写真がね。うん。俺、懐かしくでも、そんな変わってないな。これ。これ、俺、あのー、ねえ、20、多分これ、6、6、28かな。これ、この時、多分。 おそらく。うん。わしのフェイスブックにこう上がってるんですよ。これあの多分キャンプで、キャンプバーベキューやってたんですよ、僕。はい。バーベキューやって、多分鯛飯作ったのかな、俺多分これ。おそらく。俺一人で映ったやつか。<笑><笑>うわ<ー笑>え、ちょっと待って、これうわ、懐かしい なち、ちょ、待って、これどうやってさ、これなんか隠せないのかな、これ。これちょっと指差してんの俺の友達なんだけど、<laughs> Facebook に上がってるわ、これ。沈没した船。<laughs> これ。うん。これあのー、ねあの民宿のあのマスターが一緒に乗った船。これ上がってるわ、これ。うわー懐かしきゃー。懐かしいやこれ。Facebook にさ上がってたんだな。 え、2012年ってい、いつだに ?2012 年って、11年前って言うと、27か。ああ、27の時だわ。ああ、なんか髪質もいいな。なんか <laughs>、この時の方が。髪質がいいな。なんかこれ顎手術したんかし。この時、顎歪んでね。うんおお <laughs> 2014年。いや、太るでしょ、それは。うん。これ何してたかはわかんないわ。うん。何してたかは、何やってたんだ、これなん。なんか俺、会、なんか俺、外で会議してたらしいわ、この時。Facebook 見たら、これ。うん、白パン出せって、<laughs> まあいいだろうがよ、お前よ、これ。うん。うん、いい、いいじゃねえか。じゃお前、そんお前、2014年だぞ、お前。言って。 2014年。ゲイっぽい。別に飲んでる。いいだろうが、白パン、この時流行ってたんだから、この時。うん。いいだろうが。漏らした白パン。いや、違う。これじゃない。うん。白スキニーが流行ってたんだよ、当時。上下がって。いいお前、お前、この時流行ってたんだよ、これなんつうのこれ、G ジゃんみたいなやつ。なあ。流行って、流行ってたんだよ、マジで。7年前だろ。 わわ、DVD 見て俺の専門時代のクソ。いつになったらそれ、俺、買うんだ。入籍した時の写真もある。やだ、これ見せたくない。すごく幸せそうな顔。俺の、2013年の28歳の誕生日っすね。ほら。チャンピオンってここに書いてるわ。うん。俺、チャンピオンタスキやってるわ、これ。うん。 で、この花柄の T シャツな。この、花柄 T シャツ。これがいいのよ。これが、また。うん。花柄 T シャツに、チャンピオンタスキー。そして、前髪はちょっとこう、上げてね。うん。こちょっとこう、質さ分けにするスタイル。おい、ジジイになったな <laughs> わし本当にジジイだわ本当にジジイになったな。明るい写真ねえのかなんか暗いのばっかなんだよな。 あこれ、これ分かりやすいわ。これ。僕が何かの勉強会に行った帰りに、後輩と一緒にスシローに行った時の写真だわ。11年前ですね、やっぱだよこ,こんなね。うん。11でも、でもさ、そんな変わってないっすよね。俺、この顔するもんな。この顔。うん。この顔、するよね。そんなに変わってないや。目のまもだってあるだろう。その時も。 こんなこともしましたね。あの、すいません。ちょっと昔を懐かしむ枠みたいな感じで。しかも、俺、俺のあれだけど。結構ね、あの、俺、海が好きでさ、当時。あの、まあ、ボディーボードはね、そんなやんなかったんですけど、シュノーケルとかをね、結構やってたんですよ。でも、全然わかんねえや、うん。全然わかんない。うん。結構、こう、Facebook にこういうのがよく上がってるわ。そう、よくやってた。 ああ、まあね、そう、いろんなことやってましたね。えぇ、ー、アムエイジ代アムエイジではないんだけど、あと、そうっすね。<laughs> バリアードで、まあバリアード見てていいじゃん。これあの、後輩が退職した時の、えー、退職した時の、何かこう、メッセージを読む時の和紙。えー、時代は、どうやら、 2014年。うん。うん。あんまりまあ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 。うん、あんまりね、あのー、つまんなそうにしてるけどね。そう。つまんなそうにしてますね。しかしね、うん。やめやがって、つって。2017年の、あのー、えー、専門時代の、あの、子たちと同窓会したんですよ。2017年っていうと、結構最近っすよね。 6年前、はい。はい。ちょうど6年前の6月なんですけど、その時のあの感じが、ちっちゃいや <laughs> これなんかもう今の俺って感じがするわ。うん、これ。<laughs> ちょっとこれ、今の俺に近づいてきたな。これガビガビだな。うん。これ。うわー懐かしい。俺この時計してたわ。なんだっけこれ。ダニエル・アーダコーダみたいなやつ。ダニエル・ナンチャらソンみたいなやつ。 じゃ、だっ,っけ、これ。で、何年前だこれ、6年前だかど、まだ、あ、31か。ダニエル・ウェリントン。そう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 。どっか行っちまったわ。この時計、そういえば。どっか行ったわ。いつも以かなくなってたわ。どこ指さしてるのこれ指さしてるじゃなくて、これ、サムズアップってやつなんだ、これ、うん。サムズアップ。これが、あの、届けで出した後の男の顔だ。滑磨せよ。これが、 幸せの絶頂にいる時の男の顔だ。ドン。これだ。うん、これが絶頂を迎えている時の顔だ、うん。そう、ピーク。ピークだった、うん。アーモンドマッツ。まあまあ、ちょっと,ょっと暗がりのとこだったからね、確かにね。うん、あアーモンドマッツだわ。 主義返せいやそんなねほんとねあの返す制度とかが本当に義務付けられてるならこれ返したいぐらい本当にね本当にそのぐらいでも本当にね結構つらいからなお前ら気をつけろよあの本当になんかこうそういう風に祝ってくれた人たちに対してすごくあのなんかあ自己嫌悪落ちるからなマジで気をつけろよ本当に <laughs> マジで気をつけろそれだけはだからあの3人に1人 33%だろう。あの、めちゃくちゃ倍率高いからだな、マジで。46,428っていう画像何どれあ、これか。これ俺の喉のチンコだ。だからあの、自分の喉を、あの、携帯で写真撮って、で、あしやって、喉をしん診断したんですよ。診断っていうか、あの診察したんですよ。そう、うん。なんで俺数字で保存してるんだろうな。アナルもそうだけど。 ここに、なぜか知んだけど、ここに4 46、46428があるわ。これが俺の喉チンコだ。うん。喉チンコを、ちょっと写して診断してたの。